代目タックを発表。全国の特別さんこんばんは。でもこれ完全にヤバダックス勢や。泣いた？あ、俺です。今回もやります。まずは皆様登録者40万人ありがとうございます。気づけばいつの間にか40万人。この企画も4回目。このスピード。気持ちいいんだよね。下着を脱がす中尾明。濡れてるんだよね。あんまり似てないです。で、ちょっと1年前の僕をご覧ください。はい、どうもー。水たまりボンドじゃないです。で、最近。キャンタック。もう見飽きましたよね。これね、一生出していきますからね。しかし、あえて言おう。もう41万人であると。バキューム。すいませんね、ちょっと閉まれたばっかりで、ね、まぁ、ちょっと総集編作るのが遅くなって41万人なんすね。まぁ、そんなことは気にせずに、めでたい日ですからね。早速皆さんに見ていただきましょう。登録者40万人といえばこちら、宮古島の中古車の値段。オメタクスゼア、アリタクスゼア、ここにも出てきたクスゼア、鈴木のなんか気持ちいいんです。さらにこちら、宮古島の中古車の値段。日産のなんかの車、色は焦げすぎた茶色、見た感じ気持ちいいです。最後にこちら、このベースの値段。ボンボンビンボン音鳴らして気持ちいいです。以上、素敵な絵いただきましたよーと。宮古島の中古車紹介のコーナーでした。ご清聴あざした。はい、というわけでね、いや皆さんお待たせしすいませんでした。本編の方はね、ここで終了でございます。じゃあおまけの方ね、お見せいたします。タック TV 名場面集、どうぞ。本編とは全く違うんですけど、オリバー君ってわかりますか？こいつ1970年代にチンパンジーと人間の間の生物が誕生した言うて世界が注目しました。なんでも染色体の数がチンパンジーは48本、人間は46本で、このオリバー君は間の47本だったそうで、日本にも来日して葉巻吸わせて、ファーストクラスに乗せて、高級ホテルに泊まらせて、テレビにも出演させて、でもチヤホヤした結果、体検査で48本だったっていう、バリバリチンパンジーっていう。いや、お前らがチンパン、皆さんはモテキって来たことありますか？ないですよね。そうですよね。で、ご相談なんですけども、最近ものすごく女性からアプローチを受けるのですが、日本って一夫多妻制でしたっけ？となんとですね、皆様の日々のご視聴のせいでですね、1億回再生を突破しました。ありがとうございます。動画250本ぐらい上げましたか。ちょっとここでなんですけど、公式のビッベンのファンタスティックベイビーの再生回数見てみましょう。こちら3億6000万回、一本の足元にも及ばないっていうディックスティックベイビーのコーナーでした。試しにシリーに聞いてみようか。ヘイシリー、おまん理解できませんね。言ったでしょ。でもよく考えてみてほしい。日本人得意の文化、それが童貞の数。そうだね、日本人はあまりにも性行為をしないって言われてるよね。じゃあここ行く行く行くじゃなくて、シコシコシコなんだよね。もうわかるよね。シコ4とこ足して9、シコシコシコは999、これをひっくり返して666、悪魔の数字フリーメイソン。ポッポスポポポスポポポポポポポン、バカテンポ、あおばからダンスとおばからテンポでサタデーライト、鳥バカ集合、レッツ。言えること間違いない。出てくるとトイレ休憩を挟んでいたのはこの女、赤と青の生き量萌えやん。次に登場するのはこの方、ウケない豚はただの豚、でっかちゃん。お次に紹介するのはこの男、マイケル。お次に紹介するのはこの女、ネガティブだけど少しムラッと、だいたい光る。最後に紹介するのはこの男、陣内智則の2番煎じ、顔面筋肉痛ネゴシックス。夏だ、海だ、織田武道だ。アンソンゴンダー、この肖像の体から出ていけ。黒田君さん、こんばんは。深夜の放送部タクです。皆さん暑いですね。世間はもちろんナット、 YouTube 界もナット、色解き始めた動画たち、 YouTuber ランキングのお時間です。早速部門ごとに分けて、本当にもう個人的にランキングをつけてきました。ご紹介します。概要欄全員載せさせていただいております。それでは参ります。1つ目実写部門発表します。第3位東海オンエアさん、実写部門第2位ナオキマンションさん、実写部門第1位はカンタ君、ちなみに第4位にはブライアンさん、89位に文治さんです。続きまして実況者部門でございます。第3位ブライアンゲーム、続きまして第2位は庄司さん、実況者部門第1位はカンタ君のツボ男実況、ちなみに第4位はアドミン、本当に個人的に見てます。ちなみに75位にカズチャンネルさんのマイクラ。続きまして女性 YouTuber 部門です。発表していきます。第3位シバナンチャンネルのあーちゃん、では第2位の発表です。みその3姉妹からほのかさあ、女性 YouTuber 部門第1位の発表でございます。第1位はみーたん、ちなみに第4位にはしまもさん、42位にあやはねまやさんですね。では最後になりますが、総合部門1位の方の発表です。それでは総合部門第1位はシャムさん、やっぱりねっつってね、冗談ですね、この方は0位です。やり直します。総合部門第1位はのぶなり TV ってね、やっぱこう包丁を持ったとか、はい、すいません、もうちゃんとやりますね、はい、第1位は俺です。俺なんですね、一番面白いのは俺なんです。ありがとう、お疲れ様でした。発
なんとですよ、この純正パンティーをお付けして39,800円、送料はもちろんお前が負担しますよ。よー、あれあれちょっと画面顔出して、うん、これね、自分のところにパコったんですか、オフパコですか、やりチンフェですかとか来てまして、いや何事やんと思って聞いたら、まあさっきの話でして、正直に言いますよ、やってねえ、一切手は出してない、1ミリも触れてない、むしろ触らせろ。最近高橋翔子さんの作品を買いました。開発名作ですね。皆さん、天使さくらまなちゃんも言ってましたよね、 AV は無料で見ないでくださいと。それに童貞がこぞって文句を言っておりましたけども、出しても紳士でいいよぜ、マジでおっぱ。明日の話題さんがね、2本目の動画を俺の期間と同時に上げたんですけど、やっぱり2人で駆け落ちしてたんじゃないかとかは全く言われてないんですけど、もうみーたんのハートゲットしちゃおうかななんつってね、どうもストーカーです。何だったのかと言いますと、明日の話題さんが動画を上げましたと、その中にサブリミナル効果の文字が入っていまして、全くわからないから解読してくださいということでした。これが100件ぐらい、これもう彼氏ですね。なんか彼女が他の男と歩いてたよっていう時ぐらい連絡が来るんですよね。今キモいと思った人、言っときますけど、向こうは僕のこと全く知らないでしょうけど、僕はいっぱい知ってますからね。これがストーン、つなげます。いよいよナタで刺し殺したい、はい、これは完全にナタで刺し殺されるギャグを2年間駆使している俺を呼んでいるんじゃないかって話。みんな鳥肌すごいでしょ、これやばいよね。そうね、この動画は一見一般人から新人を募集しているように見えて、しつこく絡んでくる僕に新人の応募をさせる、そして採用し入ってきたところを後ろからナタで刺し殺してやるぞ、いよいよって話なんだね。簡単に言うと、僕に対するミータンからの殺害予告なんだよね、これね。高いやん。どっちにしても僕のことが欲しいんですよね。週1、2ぐらいの出演でしたら、まあノーギャラでミータンとの食事付きで行ってあげないこともないかなと。もしちょっとお前と接触は絶対に無理だってんなら、写真でも大丈夫です。まあまあまあ、それで餌付けとかをしてくれれば、どんな仕事でもさせていただきます。まあまあ、よくば踏んづけてほしい。明日の話題さんね、ご検討の方ぜひよろしくお願いします。いつもタック TV をご覧の皆さん、こんばんは、ストーカーです。早速本題なんですけども、皆さんご存知だとは思うんですが、結婚します。ごめんなさい、ちょっと気が早いですね。何かと言いますと、僕が片思いしてた明日の話題さん、まあミータになるんですけども、まあ、これまで一方的に勝手に動画にして、もう小鳥みたいに勝手に求愛してたんですけども、この度両思いになることができました。サルー、逆に考えて23位なのにサムネにしたってことですよ。その理由はただ一つ、真ん中に心を書いて、そう愛、これしかないよね。サルー、しっかりと僕の名前タック TV レイディオって書いてある。え、誰これ、レディオ、え、徳永秀明かなんかですか。いや、すいません、イがないんですけど。あれおかしいな、これ間違えるわけないじゃん、だって愛ですよ、サルーですよ、名前なんか間違えるわけないやんな。あ、分かった、ばこイがないってことはこうどっかにあるんですよ。好きだなそういうの本当にね。あれじゃないですか、自分のランキングの名前のところにイって足して、こう明日の話題じゃなくて愛したの話題になってるんじゃないですか。これもう絶対にそうだわ。これありましたね、20位ですね。あれ普通に明日の話題のまんまですね。あれ、イはどこ行ったんですかね。え、あれ何これ、した水たまりさん、タックさんなど多くの方に取り上げていただき、いやいやいや、俺が先、逆逆、タックさん、水たまりさんな。あれおかしいな、意もないし、俺が先だし。これだってほら、僕は君のことずっと前から名前呼んでたし、まあ、確かに動画はね、水たまりさんが早かったんですけど、トータルしたら僕じゃんか。なのになんで、よく考えたら両思いだったら名前も間違えるわけないもんね。聞いてください、明日の話題、今君はどこにいる、行くな。あ、大体皆さんお察しだとは思いますけども、自慢なんすいね。さんにはちょっと言ってなかったんですけども、その時と同時にもう一人女性からアプローチを受けていたんですね。実は、まあ、それがちょっと本当に揉めたくないっていうのがあって言わなかったんですけど、それが明日の話題の実写の方で活動されているアシスタントのちなっちゃんです。はい、騒がないでわかるけど。それに対して一番はタックが1匹と数えていくと1000匹目に本当にやってきますって返しました。すると彼女はこう言ったんです。本当ですか、1000匹数えてみたの検証してみます。さあ、もう僕はミータンなんで、これを取り上げることによって内部抗争が起きるんじゃないかと思って黙ってました。罪は男だとは思いませんか。これから超大物になる YouTuber4 選、そう、お察しの通り、また名前呼ばれたんですよね。しかも今回はまた違います、ヒロリさんです。おい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 、ブロイさん、タック TV ラジオ、はい、明日の、ほら、おかしくない、これ短いよね、2秒だね、はい、ちょっと恥ずかしかったよね、はい、取られたくなかったんだよね、はい、本当は好きやもんね、はい、2文字で伝わるその心、はい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 、心臓肝臓、はいはいはい、大腸小腸、はいはいはい、なんとですね、皆さん同じチャンネルの方3人から好きですと、僕はアプローチを受けているんですね。はい、騒がないよ。なんともう一人好きだと言ってきてる女性がいるらしいんですよ。その映像を勝手に入手しましたんで見ていきましょう。タックさん、なんか調べて面白い動画出してください。タックさん、タックさん、タックさん、あ、ちょっと今忙しい時期なんでごめんなさい。はい、なんでやろ、
日起きたちびる話をしていこうかなと思います。昨日エンタの神様の話したじゃないですか。それと朝ですね、ツイッターの DM にこんなものが届いておりました。それがこちら。でっかちゃん、気づいちゃった。すいませんでした。なんだかんだ心霊写真が一番怖いじゃないですか。なんだかんだ。すいません。一枚目こちらですね。こちらホタルを撮った時に写ったという心霊写真です。女性の頭が写りましたということですね。ここですね。二枚目です。こちら。はい、これボーリングで楽しそうな一枚なんですが、左側の男性ご覧ください。これわかりますか。はい、足が消えてるんですね。次三枚目です。こちら。はい、これは修学旅行で撮影したという一枚だそうなんですが、この光ってるクマちゃんの後ろわかりますか。よーく見てみてください。顔が写ってるんですね。です。四枚目はこちら。これまあ上空を撮影した写真なんですけども、これ右上ですね。UFO みたいなの写ってますよね。四枚目こちら。はい、こちらは静岡の有名な心霊スポットに行った時の写真だそうです。これの画面中央の柱をご覧ください。はい、ここなんですけど、よーく見てみるとはっきり男の顔が写ってますよね。これぶちこえやん。です。六枚目いきましょう。こちら。はい、これなんですけど、オカルト好きな方から送っていただいたという写真だそうです。ここですね。これなんじゃこりゃですよね。今回最後いきましょう。七枚目はこちらです。はい、これいとこの卒業式で撮られたという一枚なんですが、画面左のテレビをご覧ください。これ軟式グローブみたいな男が写ってるんですよ。第2回心霊写真をぶちまけるのコーナー。写真の方を紹介していきます。1枚目はこちら。はい、こちら地元の新聞での1枚だそうなんですが、画面のここをご覧ください。顔色が極めて悪い女性の顔がこちらを覗いてますよね。続けて2枚目です。こちら怖い、やめて。じゃあ次行きましょう。3枚目はこちらです。はい、こちらは体育祭で撮られた1枚なんですが、画面中央にいるただのイケメンをご覧ください。上半身と下半身があまりにもずれすぎているということですね。確かによく見てみるとサタデーナイトフィーバーみたいになってますよね。続きまして4枚目行ってみましょう。こちら。はい、こちらはですね、友達3人とタイのバンコクのホテルに行った時の写真だそうなんですが、後ろのカーテンに欧米カーの角度で人が写ってるんですよね。5枚目はこちらです。はい、これ怖いですよ。バスケの大会で撮られたという1枚なんですが、この中央の子は手を後ろで組んでいるんですよ。なのに脇の方からもう1本青白い手が伸びているという一枚ですね。こちらは京都で撮影されたという一枚なんですけども、中央の女性の目の前をご覧ください。はい、なんかダイソンの中身みたいな人がいますよね。何かと言いますと、今聞いてくださってる皆さんの中で飲み物を一口だけ残してしまう人、ペットボトルの飲み物とかそうなんですけど、結構無意識のうちに残すことありませんか。その理由が実はあるよって話。それが一口残す人は自分の後ろについている人に無意識にお供えをしているということなんですね。いやいやいや、怖い怖い、やめてやめて、今日私一人よ。何なのよ。桃チャレンジという通称シン、こちらの桃という不気味なアイコンが映っているそうです。なので皆さんもこの相手からのメッセージなどは絶対に無視してください。かといっても海外の流行りなんで。ではまずそのお話というのをね、皆さんにざっくりとお話していきます。巨島をある男性が数年前に行った小さな村の旅館のことを思い出します。とても良い対応だったので、また行きたくなり一人で車を走らせます。道は覚えていたので、そろそろ村に着くなーなんて思っていたのですが、場所を示す看板があったところに着くと、数年前はこの先何キロという風になっていたはずなのに、巨島をというような文字に変わっていました。男性は気味の悪さと好奇心に駆られて、その村へと車を走らせます。しかし村に入ると、そこは全て廃墟になっており、建物には草が巻きついているような状況。男性は車を降りようとした時、20メートルほど先から頭が異常に大きい人が出てきます。よく見ると周りにもたくさん歩いており、両足をぴったりつけ、左右に頭を振りながら追いかけてきたそうです。男性はそのまま車で逃げて、未だに何だったのかわからないというふうなお話でございます。そんな夜更かし組いかがお過ごしなんだいおまんたちって言うとおります。暑いね。今回は7月3週目の中ほどになります。いかがお過ごしなんだいおまんたちって言うとおります。さあ、それでは本日は7月2週目の週末の分でございます。いかがお過ごしなんだいおまんたちって言うとおります。さあ、リビングに旋律がほとばしる中、いかがお過ごしなんだいおまんたちってループさせていこうって言うとおりますけども、いかがお過ごしなんだいおまんたちって男性を殺し、いつものように時間がない中、いかがお過ごしなんだいおまんまんたちって言うとおります。それでは学生は夏休み、暑さも本格的な中、いかがお過ごしなんだいおまん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 。現在学生は夏休み、世間はお盆前ですが、いかがお過ごしなんだいおまんたちって言うとおります。さあ、それでは朝焼けつれつれになるままに、いかがお過ごしなんだおまんけんそんたち言うとおりますけど、では僕は40万人を突破し、皆さんのお盆休みを終わりを告げた中、いかがお過ごしなんだおまんにゃーギビビンチワワーなと。俺でモノマネ100個できるまで寝れまてやりますね。登録者31万人、登録者32万人、登録者33万人、登録者34万人、登録者35万人、登録者36万人、登録者37万人、登録者38万人、登録者39万人、40万人、31万人ではこちら、宮古島中古車の値段、32万人ではこちら、宮古島の中古車の値段、登録者33万人ではこちら、ベトナムの中古車33万バーツ、これいくらやねん。でも国外車かっこいいですよね。重量感も強くて、宮古島の中古車の値段、さらにこちら宮古島の中古車の値段。
さらにこちら宮古島先島 GT さんより登録者36万人といえばこちら宮古島の中出してご報告ですね。もう10年近くやってきた、登録者と同じ金額の車を紹介する僕の宮古島のね、中古車紹介のコーナーなんですが、次回からですね3万人を登録していただけるごとにやっていこうかなと思います。8万人といえばこちら、初めて紹介された宮古島の中古車の値段価格こちら宮古島の中古車の値段デレン気持ちいいんです。はい、ということでご覧いただきました。まあ、改めてまとめるとね、よーしゃべるなこいつと思いますね。まあ、いろんな動画上げておりますが、これからも変えずに頑張っていこうかなと思います。またぼちぼち動画上げていきます。ご視聴と40万人登録ありがとうございました。全国の匿名に祝福をさる。